ハロウィンショーは大盛況だったな。みんなとってもびっくりして笑ってくれたね。仕掛けがたっぷりのハロウィンショーってことで、お客さんもだいぶ集まってくれたしね。ああ、全員が笑顔で千秋楽を迎えられて何よりだよ。お嬢様。お、毎度のことながらどこから出てきてるんだ。ああ、彼なら大抵あそこの茂みに待機しているよ。そうだったのか。全く気づかなかった。まさか気づかれていたとは。気づかなかった。いやいや、そんなことよりも、お嬢様、今日はコンテストの第1回中間発表の日です。あ、うん。もう中間発表があったの？それで結果はどうなんだ？はい、こちらの通りになります。すごいんじゃない？そうだね。1位2位の賞は大きなステージがやっているものだし、この結果はまずまずじゃないかな。うん、それに2位とはそんなに差もついてないしね。だが1位のフェニックスステージの賞とは随分差がついているな。よし、次はここの賞を超える。そして目指すはもちろん優勝。俺たちがテレビ CM に出るのだ。次も期待してるぞ、演出家。ああ、任せてくれたまえ。お客さんの笑顔のために最高の賞を作るよ。ということで、演出のために使いたい道具を家からいろいろ持ってきたんだ。ちょっと試させてもらってもいいかな？ああ、ステージの裏にいろいろあるなって思ってたけど、あれルイ君のだったんだね。見たことない道具がいっぱいだったよ。宇宙服みたいなのとか、ロケットみたいなのとか。おい、今度はどこまで飛ばす気だ。じゃあ司くん、ちょっとあっちの方に。待て待て待て、嫌な予感しかしないぞ。水中はダメなようだったから、空ならいいかと思ってね。どういう理屈だ。というか、そんなものばかり作ってお前の家はどうなっているんだ。気になるかい？それなら一緒に僕の家に。絶対に行かんわ。行ってみたい。ねえ、司くんも一緒に行こうよ。行かんたら行かん。でもようやくいつも通りかな。ねえルイ。ん？なんだい？ねね。私嬉しいな。小さい頃みたいに思いっきり演出してるルイと一緒にショーができて。そうかい。昔の私はルイが一人だった時力になれなかったけど、これからはもっと頼ってね。幼なじみだし仲間なんだから。ああ、ありがとうねね。
おーい、そろそろ帰るぞ。あー、打ち上げっていうのまた行きたいな。はいはい、行ってもいいけど声のボリューム落としてよね。さて、それじゃあ僕も、あ、このショーも終わったことだし、カイトさんにお礼を言いに行かなくてはね。けれど、ただ会いに行くだけではつまらないから、やはり僕たちのショーを見てもらおうかな。僕たちが誰もが笑顔になるショーを作ることが、カイトさんたちにとってプレゼントになるようだからね。さて、次はどんなショーをやろうかな。あれ、いつの間にかすっかり仲直りしてる。どうやって仲直りさせたの？僕は大したことは言ってないよ。ルイ君たちも今頃は仲良くショーを作れているかな。ふふ。でもまた面白いショーを持ってきてくれるような気がするな。きっと近いうちにね。